クオリアさんの京都水族館限定カプリウムコレクションクラゲ全5種。これすごくない？大体なんかこういう水族館限定みたいなやつってさ、どこが作ったんだろうみたいなクオリティのものもあったりする中で、クオリアさんのこの圧倒的なクオリティで作られてるのがいいね。ちょっとこれ1個ずつ見ていこうか。今回当たったのが赤クラゲとカブトクラゲなんですけど、カプセルがね、水槽みたいになってるのがいいね。まあ、ちょっと今反射するから開けると、なんかこんな感じになってて、台座はね、両方一緒なんだけど、このね、青いところに5箇所刺すところがあるんだね。ミニブック見るとわかりやすくて、ここ5箇所がね、穴が開いてて刺せるようになってるんだけど、カブトクラゲはこの5箇所どこでも刺せますよ、みたいな。でも赤クラゲだったらこの4番にしか刺せませんよっていうね。で、この青いクリアパーツもね、どこに穴が開いてるかわかんないぐらいだからね、刺してないところの穴も全然目立たないんよ。すごいよね。で、台座もね、ものすごい綺麗なんだけど、やっぱこうクラゲ本体がね、すごい可愛くて、この間ね、ツイッター見てくれた人はわかるかもしれないんですけど、京都に遊びに行ってきまして、その時にね、京都水族館でクラゲのね、風鈴のなんかライトアップみたいなのがあったよ。めっちゃ綺麗だったんだけど、それを見に行ってきまして、で、そしたらまさかのこんなね、素敵なあのガチャガチャに出会うっていうね。これなかなかね、こう引いてみてくださいって言えないんだけど、遠い人もいるだろうからね。で、その風鈴もね、なんか売ってたんだけど、もう開始早々売り切れたらしくて大人気で、すっごいよね。だ、ちょっとこれをお土産に買ってきました。これめっちゃ綺麗じゃない？こことかさ、すっごいカラフルなんだよね。この点点点のとこね、やっぱこう赤クラゲみたいにね、でかいの1個ドーンもすごい迫力あっていいんだけど、これなんかちっちゃいのがね、いっぱいいるのも結構可愛くて好きだな。いろんな場所を付け替えられるからね、いろいろディスプレイも来れるし、いや、ほんとクオリティ高いわ。次赤クラゲ見ていくとさ、うーわー、でかいね。やっぱさっきの見るとね、すっごい迫力。この傘のとこの色だったり、足の色だったりのグラデーションも綺麗だし、すごいな。やっぱり台座が一緒だけど、あんまりこう使い回し感がないよね。全然違うのに見えるね。わー、すごい。このクラゲの内側のとこもちゃんと表現されてるわ。すごいね。でもやっぱどうしてもディメンターに見えるんだよな。